外国新規感染者数対全国12日では16,330名、回復した人は9,205名、感染累計者は354,010名、回復者累計は268,046名、昨日亡くなった方は25名、現在治療中の方は118,493名。チェンマイ県11日発表では273名の感染者が出ています。 EU 認証済み。2022年2月10日、公衆衛生省は60カ国への旅行に使用された EU 認定のタイデジタルヘルスパスを明らかにしました。タイデジタルヘルスパスのデジタルドキュメントには2つの重要な情報が表示されます。1、身元を確認するために必要な基本情報、つまり名前、13桁の識別番号、年齢、国籍、パスポート番号や最後のワクチンを打った日から180日間有効な COVID-19 ワクチン接種データなどを QR コード形式で表示されます。副首相のアヌティン氏は、推進してきた3つの省庁の幹部と推進してきた公衆衛生委員会に感謝します。そして、すべての市民がデジタルヘルスパスシステムを使用する便利さを享受し、安心と安全で海外旅行ができると確信しています。と述べました。バイ菌と寄生虫のリスク。2022年2月11日、保健省長官のスワンチャイ博士は、飲食店でイカのショットをソースで満たされた、グラスに頭を浸した小さな新鮮なイカを提供されることがありますが、このような接触行動は、寄生虫、または腸炎ビブリオに感染するリスクがある可能性があります。汚染された海洋動物を食べるときに、海や海岸沿いの泥に、バクテリアが含まれているからです。胃腸炎の原因になりますが、ひどい場合は腹痛、下痢、食中毒の原因にもなります。この季節でも火を加えた料理を食べるよう警告します。とのことです。市役所の中で盗撮された少女は、チェンマイ市庁舎の女子トイレで密かに撮影されました。その話は知事の耳に届き、悪業者を追い詰めるように命じました。2022年2月11日、ニュースレポートは次のように述べています。チェンマイ市庁舎で働く青年が、チェンマイ市庁舎エリアの不安について、Facebook の投稿。ここで働く女の子に対して、携帯電話を使って、こっそりトイレで写真を撮る行為が発覚しました。友達は CCTV を見るように頼みましたが、録画されておらず、警察も困惑している。5階は、様々なオフィスのスタッフだけが働いているが、外部の人間が入ることは稀であることも認識されています。現在、市役所周辺の CCTV の解析も進められています。貧困の問題が解決するまで前進します。プラユット首相は、問題を解決できるようにするために、具体的には、健康の側面、幸福の側面、教育の側面、収入の側面、及び政府サービスへのアクセスという5つの側面で、示された目標に従って進め、あらゆる年齢の人々を育成することを非常に重要視していると述べた。あらゆる面で、人々の貧困を持続可能な方法で解決するための第13回国家経済社会開発計画に沿ったものです。不平等を減らし、人々により良い生活の質と幸福を与えます。すべての省庁が運営できるようにすることによって、今日から強化するために、体系的な方法で統合し、協力していきます。と述べました。その一方で、昨日の TV 報道によりますと、財政的な問題から、今の感染症については、負担していた治療費は、2ヶ月後から、国の支援は行わないとのことで、今後、COVID-19 での治療については、自己負担が原則になる旨を示しました。政府にはもう財政的な余裕はなく、
昨今のエネルギー価格の高騰により、助成金による追加支援に追われ、国民への給付も減額の措置を検討するなど不安な舵取りをしています。現在、日が経つにつれ、ガソリン価格が高騰していますが、この貧困対策に手がつけられるのか、微妙な財政状況となっています。途中ですが、チャンネル登録、この動画が良かったら、グッドボタンをよろしくお願いいたします。グッドボタンをありがとうございます。